はいどうも、ベイファイアの小久と申します。セリーグの順位が決まったので、CS について今日は話していきたいと思います。えー、我が横浜 DNA ベイーサーズは、まあ優勝は逃しましたが、2位となりました、えー。優勝がヤクルト、3位が阪神という形になります。まずは10月の8日から10月の10日ですね、えー、阪神戦になります。ゲットはものの見事に外れてしまいました。なので、まあテレビ観戦を追って応援していきたいと思います。 年の半身の対戦成績が、まあ16勝9敗と9年ぶりですね。に勝ち越しをしていますね。チーム打率が2割5分3輪で防御率が2.96ということになります。投主陣で対戦成績がいいのが、三、えー、3人いますね。まず石田さんですね。4試合投げて3勝、防御率が1.11。めっちゃすごいです。7勝のうち3勝が半身戦ということになりますね。次に浜口さん。えー、4試合投げて2勝、防御率が1.82。 ま、先発陣はこの二人が突出して相性がすごく良かったです。で、もう一人挙げるとすると今永さんですね。4試合投げて2勝、ボギュリスで3.46っていうことになっています。小抜きさんはちょっと1試合しか反省して投げてないので、参考にならなかったので、載せていません。次に野手陣ですね。野手陣は、ま、3割以上のバッターを挙げております。4人が大田さん、牧さん、森さん、楠本さんになる。突出しているのは大田さんで、34打席、 打率が4割2分4厘、ホームラン1本、7打点、OPS がなんと1.138っていうところで、ゴンベイスターズの打撃陣の中では突出して打っております。次に楠本さんですね。64打席で打率3割5分7厘、ホームラン2本、9打点、A、OPS が911。あと、牧くんと森くんはこのような成績になっています。ちなみに青柳さんと伊藤さんがまず相手と予想されますが、 タイヤ、青柳さんでは、上田さんが3割ちょうど。タ伊藤さんでは、えー、関根くんが2割8分6人と。えー、個別になると、かなり成績が上がる選手もいます。えー、ファーストステージは3試合で決定するので、相性も考えながら起用してほしいかなと思っています。えー、外野陣は、太田さんと楠本さんがすごくいい相性なので、外野の布陣をどうするか、佐野さんレフトに回して、ライト、太田さん、レフト、楠本さん、まあ逆もしっかり。まあ、そういったところをどうするのか。ローテーションっていうところも、まあ3試合ですけど、 成績で言うと、今永さん、大貫さん、浜口さんっていう感じでいくんでしょうけど、石田さんがすごく相性がいいので、石田さんを最初に持っていったり、真ん中に持っていったりするのも面白いかなと思います。見事ファーストステージを突破すると、10月の12日から17日でファイナルステージになりますね。先に4勝すると日本シリーズになります。これで優勝したヤクルトには1勝のアドバンテージがあるので、ヤクルトは3勝、えー、横浜は4勝が必要ということで えー、対ヤクルトっていうところでは9勝15敗。ほぼ阪神と逆の成績になっています、えー。チーム打率が2割6分2輪と、すごく打っているように見えますが、チーム防御率が4.25と、すごい、えー、打ってはいますが、打たれまくってるっていう現状になりますね。投手陣っていうところでは、今永さんが4試合投げて2勝、防御率が2.28。最後のヤクルト戦の当番は、7回3安打、失点で11奪三振。 二人目が上茶谷さんですね。4試合投げて2勝2.25っていう防御率になります。で、クオリティスタートが4試合中3試合。今季唯一の関東完封がヤクルト戦で、あの、マダックスっていうところで100球以内で試合を収めるっていうのが対ヤクルト戦、ヤクルト戦っていうところで、上茶谷さんが結構キーポイントにもしかしたらなるかもしれないですね。で、最後の一人が浜口さんで3試合投げて2勝。防御率が1.66と。で、最後見に行った試合なんですけど、 8回無失点の高騰をしています。まあ、マグスさん結構阪神戦でもヤクルト戦でも好相性なので、ファーストステージとファイナルステージを含めると、マグスさんが確実に勝ってくれると日本シリーズも近くなるんじゃないかなと思っています。主人では対阪神と一緒で3割以上のバッターを書いていますが、まあ、突出して高いのが森くんですね。まあ、28打席とちょっと打席数は少ないんですけど、3割4クリンホームラン1本、打点2で、OPS が8 5 4。 あと、宮崎さんですかね。94打席立って、打率3割3分8厘、5本12打点、OPS が1.036っていうところで、この2人すごく突出して高いですね。保守陣で出てくるのが戸柱さんっていうところで、34打席、打率3割3分、1本塁打、5打点、OPS717 っていうところになります。他の選手の成績はご参照ください。予想される主な相手っていうのが、まあ全部で7試合かな。 あるんですけど、4勝しなきゃいけないっていう中で、ちょっとヤクルトのローテーションが分からないというか、誰が投げてくるのかちょっと読めない部分もあるので、主な投手のお二方を挙げています。で、高橋刑事さんはちょっと、後半というか、の本、やっぱりいろいろあって、コロナだったり投げてないので、まあ、クライマックス投げるかどうか分かんないので、外しています。まず、えー、小川さんですね。対小川さんは、外さんがもう5割っていうところで、まあ、フォアボールだったりも多かったり。 だいぶ警戒されているっていうところで相性がいいですね。で、サイスニードさんっていうところでは、クスモトさんが5割5分6輪と関根くんが3割3分3輪と打っているので、まあ外野人の起用っていうところもまたここで面白くなるのかなと思います。クルト戦の起用としては、まあ、保守が戸柱さんっていうのはちょっと相性だけ考えると硬いのかなと思うのと、まあ、ヨンさんと森くんっていうところがなかなか好成績なので、まあどう内野陣を使っていくか。またこう、ピッチャー陣によっては関根くんだったりクスモトさんが 成績でいいので阪神戦とは違った外野の布陣だったり小川さんの時は外さんが5割なので、まあ、ファーストに外さんが入って、まあ、レフトさん野さんっていうところでいろいろ面白い変わった企業になってくるのかなと思います。とりあえずまず阪神戦を突破することに専念して相性だったり投手陣のローテーションも考えながら短期決戦っていうところなので立ち上がって日本シリーズまで行ってほしいと思います。 皆さんは、まあ、クライマックス勝ち上がるためにどういった起用法がいいとか、こういうのがいいんじゃないかとかってあればコメントだったり書いてください。今回はこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。